まあ、ドブヒソメが死なないんであれば積極的にキープしたいである。そうですね。はい。とかまあ相手がそんなに速くないんだったらちょっと遅いハンドでキープしてもいいかとか。なるほど。これがまあ例えば三原さんとかまあ安倍さんもどっちも例えば対戦相手がめちゃくちゃ速い赤白だったら、はいはい、まあ初動4ターン目はやめようとかそういうのが分かるんですけど、その相手によってそのキープ基準も変わったりもしますね。はい。さあ先手の安倍さんですがどうでしょうか。一応土地は手札に結構あるように見えるのですが、白黒ランド沼白黒ランドですかね。あ、十分ですかね。島青あ、白黒ランドじゃないですか一番。沼沼島青白白黒ランドだったかな。あ、ってことはもう丸ベースは3色、はい、揃ってるように見受けられましたね。これはやりますよと。一方三原さん山がないように見えるんですがどうですか。あ、どうでしたどうですかね。いやちょっと僕島は今2枚ぐらいあったんですか。島だとまあ予期と予言がないとあんまりキープしたくないかも、はい、ただやる感じしますね。じゃあ三原さんって結構キープしたがりタイプですよね。そうですね三原さんも割とガバー寄りのキープ派のはずなので、はい、まあ特にそうですね、このデッキは土地切り詰めているのでそういったキープも割り切ってると思うんですよね。いつか1枚引くだろうとかまあ、まあ、とはいえできれば苦しめる声が使える赤からキープしたいっていうのはあるんですかね。まあ、突破と苦しめる声がキャントリップの中心なのでこのデッキの、はい、はい、その赤いカードだけ後半たまると悲惨なんですよね。要するに山が島島島山とかになって突破とかたくさん引いても使い切れないんですよ。なのでなるべくちょっと赤寄りのハンドが嬉しいはずなんですね。なるほど。三輪さんポンコツエピソード最近あんま聞かないですけどね。パパエピソードは結構俺聞くんですけど。そうですね、よくツイッターの方とかでもまあ載せてます、はい、さて4位通過の安倍さんが、はい、まあキープしてるのかな。もうしてますね。これはお互いキープして待ってる状態だと思います。多分これはアナウンス待ちの状態ですね。はい。ドラフトマニア優勝準優勝という、まあ、かなりリミテッド得意な方、まあ、対三原さんということで、そうですね。まずリミテッドでいうとチーム戦のグランプリでは、はい、そうですね。三原さんは、チームリミテッド GP が、準優勝が 2回ですかね。で優勝、あ、てかまあそもそも個人戦優勝してますよ。確かあらあら時代2008年ぐらいのグランプリ岡山かな。1位が三原さん優勝、はい、三田村さん準優勝みたいな GP 確かあったんで。絶対それこと知ってんだ、伊川さん。なんで、まあ、三原さんはまあ、本当ですかね、皆さん覚えてますかね。はい、別にリミテッドも勝ってらっしゃいますね。もちろん、やはり、まあ、電動にもなってる方、もう高知もリミテッドもどんとこいなんで、カジュアルも強いですからね、多分。はい。確かに。何でもしますからね、三原さんは。しかし、そこは安倍さんのジャイアントキリングに期待したいところです。そうですね。こういったね、やはり大会で、その電動の方とかと当たれるのって嬉しいですよね。そうですね。なかなか普段一緒にマジックする機会とかないでしょうし、見てるだけで学べること多いですからね、はい、こうやって。はい。まず安倍さんの方が先にクリーチャー出す展開になりそうですかね。そうですね。あ、島。島。やはり島しかないように見えるんですか。島しかないように見えますよね。見えますね。はい、3色と。さあまず夜の子が出ました。そうですね。はい、まあこの安倍さんのデッキのまあ2マナイキは夜の子で、夜の子、はい、夜の子はカンパインなので、はいはい、ああ、やば、引いたんですかね。さあただ2ターン目はエンドとそうなると三原さんはキャントリップは手札に抱えつつ3マナクリーチャー出してから打つような展開なのかな。ドブヒソミなのでちゃんとその能力を誘発的にしてからプレスとの可能性はありますね、はい。さあまだ夜のこれに点のダメージ与えますと、はい、この球根が結構そうですね。この2点ゲイン、はい、ハンコンによる2点ゲインはなかなかこのやっぱドブヒソミデッキでもあるのでいきそうですね。はい。さあこの3ターン目はどの3マナが悩んでますね。はい。2種類以上は持ってますね。このマナタップしてから悩んでるんで、さあどれをいくのかと。はい、ドブヒソミがいきました、はい、もう一種類何持ってるのか気になりますね。はい。マナ出し寝かしてからの間は絶対にどっちか持ってるんで、はい、はい、もう一種類持ってるはずなんでしかもクリーチャーですからね。そうですね、間違いなくクリーチャー持ってるんで、はい、さあ2回目の攻撃。これはコンバットトリックがもう入ってないっていうのは分かってるからの気、そうですね。もしくはもう一体持って、夜の子が実は全然止まらない手札だった可能性がありますね。はいはいはい。なかなか少し、いや、安倍さんとしては嬉しい交換になりました。その2マナのクリーチャーで、まあ一番強くないか。なるほど。こっちを差し出すよりは、まあ、ドブ瞳の方、もしくは手札に意外とスペルがなくてクリーチャーハンドなのかもしれないですね。そのドブ瞳型のサマニにバニラぐらいしか機能しない手札だから、この4マナ3人飛行と交換したくないからっていう。やっぱ何回も通したくないんですよね、夜の子って。さあしかし無人ではないが荒野をさあさあで出たのが5マナ44でしたっけ。5マナ44ですね。忍び職かと。はい。さてしかし、三原選手はちょっとクリーチャーサイズにかけますね。はいはい。やはり夜のこの、2回分のライフリンクが相当効いてますね、これダメージレースに。しかもワンピン出てきたカードが止められないですね、はい、この現状。そうですね。安倍さんの場が42の威迫、そして44、5マナ44という形で、現状、三原さんの方はちょっとダメージを食らうだけの展開、はい、殴り合ってはいるんですが、その最初の夜の2回のアタックもあって、かなりダメージレースが不利になってます。はい、まあここをどう巻き返すか、もしくはこのまま安倍さんが押し切るのか、注目していきたいですね。ショックなんかがあると結構違うんですかね、ここは。そうですね、ショックとかでこういう、この2アクション、このターンで2アクションできるとだいぶでかいですね。まあなので、安倍さんも少し考えつつ。はい、安倍さんのデッキには、まあ、インスタントタイミングで唱えれる呪文がほとんどない、雇われ資格、3マナ32の威迫クリーチャーが2枚入ってるんで、威迫じゃないや、3マナ32の瞬足が2枚入ってるんですが、はいはい、コンバットトリック、いわゆる、は全然入ってないので、まあ、三原さん側はかなり、ただ、ここの暁の四天使を本久さんでカウンターしましたね。そうですね。まあ安倍さんの方ももう三原さんのデッキに2マナ、本質さんが2枚入ってるのは知ってたので、はいはい、まあこれ消されてもいいやぐらいでプレイした可能性もありますね。まあ消されたこのままパンの7点が8点がかなり でかいぞと。さあ突破。さて現状もうマストブロックになってます。そうですね。さあでここから安倍さんがの場がなかなか強固ですね。やはり4-2がそうですね、お伝えした通り、この4-2威迫が三原さんにとっては結構きつい、はい、場のクリーチャーのサイズが小さい、およびそんなにクリーチャーのカードが並ぶデッキでもないので、はい、4-2威迫がこのマッチの肝になりそうですね、ショック、および稲妻の一撃をあそこに打たなきゃいけない展開に、まあまあなりそうです。2万人になんかデッキにたくさん入っていると、ああいうのは結構簡単に倒せるんですよね。さあ、ここは機械なドレイクを14ですかね。まあもうここは多分ダブルブロック、どっちかをダブルブロックしに行きますね。はいはい、相当ゾンビの方をダブルブロックする形なんですかね。そうあ、微妙なとこですね。はいはい、44の方でもいいかな。44も結局ダブルブロックとしか落とさないはずなんですよ。難しいですね。どっちブロックするかな。まあただ、最悪チャンプブロックでもいいんで、4-2拍の方をダブルブロックするかな。いや三原さんのこの残りの手札次第ですね。はいはい、もしパワー高いクリーチャーを持っててタフネス低いカードを持ってるんだったら 4-2 をブロックするときに2体取られたくないので、先に 4-4 を殺しといてとかはありえますね。なるほど。どっちをダブルブロックしても1個1効果なんですが、だったら44の方は単純に殺すのが難しいんで、44から殺す。最悪壁と22がなんかでブロックしてもいいですかね。はい、この2マナ05壁が三原さん2枚入ってるので42を殺しやすいのはそっちですよね。あ、しかしここでダブルブロック、状況はしかも手札しましまに見えたかな。これは厳しい。いや三原さんはここはもうチャンプしかないですね。はい、で4点が入ります。はい、ここで唯一の除去、安倍さんの唯一の除去だったんで、あれはもう持ってない方にかけたんでしょうね。うん、はい、という形でまずはゲーム1を選手したのは阿部さんとなりました、はい、2マナ夜の子から4ターン目4 2、 5ターン目4 4の綺麗な展開で動きましたね、はい。まあ、多分三原さんとしては阿部さんのデッキにこの先ほどの除去、はい、束縛の方針が1枚しか入ってないので、もうあそこでまあ一応ドレイクを殴らなければ1対10ぐらいともブロックできたんですけど、それだと自分の勝ち目が薄くなっちゃうので、はい、はい、もう除去が持ってない方にかけて殴ったという形ですね、はい。3人飛行、もちろん殴らない選択肢を取るのは安全なんですが、勝ちにいけなくなってしまうので、はい、はい、まあそこはちょっとまあリスクは取って殴りに行って、ね、まあその相手のピックで唯一も入ってたカードを引かれていたという形ですね、はい。安倍さん綺麗に回りましたね、はい。なかなか安倍さん綺麗に回って、まあ、その245の展開に対して三原さんが少し盤面のクリーチャーのサイズが5点分もあり、ちょっと小さかったので、ドブヒソミカミツキドレイクですからね。そうですね、まあ、夜の子にまずやっぱドブヒソミを交換しに行かなきゃいけないのも結構厳しいですからね、はい、うん、さて三原さん安倍さん双方ともに相手のリストを確認しながら、はい、サイドボールを行っているわけですが、はい、どうでしょう、どんなカードをサイドボールとして使うといいんでしょうかね。はい、安倍さんの方はそうですね、冥府の傷と2マナでプラ2プラ0のエンチャントオーラがメインに入ってるんですが、はい、相手が青赤で、まあ、そのカウンターバウンスとか除去がスタックで取られると美味しくないので、多分このカードは抜くと思います。いって逆に、精神腐敗、いわゆるディスカードですね。これは、次、安倍さんが後手になることもある。要するに、三原さんが先手で手札が少なくなるので、おおむね精神腐敗はサイドインしそうかな、はい、というところですかね。あとは、割とさっき、三原さんのこのクリーチャー陣見ると、3-2飛行とか3-2が多いので、はい、もしかしたら、まあ、ちょっとタッチカラーの白になるんですが、この星冠のおじかではなくて、サイドボードに眠ってる威厳あるケツを、こっち2-4飛行でかなりこのマッチアップ的に強いんですよね、なのでこっちに変えるかもしれないですね。後手ということも考えて2-4飛行に変えると、はい、やはりその相手がカミツキドレイク2枚、はい、まあボガードの粗暴者、ドブヒソニーなど2-2とか3-2みたいなカードが多いんですよ。タフ4が強いと。そうですね、それに対して2-4というサイズは結構でかいので、まあ威厳ある血王は入れてもおかしくないですね。夜の子から一応トークン出ますからね。そうですね、まあ、夜の子2枚いるんで、まあ、出ないことはないと、夜の子2枚と流血の空あたり3マナ2-2のドレイン君ですね、が入ってるので、まあ、全く出ないわけではないですし、はい、まあ別にこれメインに入っててもいいかなぐらいですね、はい、それで言うなら。で多分半端なクリーチャー減らすんじゃないですかね、安倍さんは。例えば高知杯2マナ2-1のアーティファクトクリーチャー、これを完全にその2マナ域の数合わせで入ってるんで、はい、まあ多分こういったカードは抜くんじゃないかな。なるほど。さあ一方三原さんの方ですが、そうですね、三原さんの方はそうですね、意外とランドが15なんですよ。はい、はい、ってことは25枚ピックしているカードを使ってるんですよね、すでに。なるほど。で三原さんはそのマナリスとかランドに多くピックを使っているので、はい、はい、実はサイドボードの選択肢がほとんどないんですよ、入れるものがないと。入れるもの少ないですね、はい、なのでまあ2マナ域がもし不安だ、いやトレイリアの従者3マナ2-3、はい、はい、こいつは入れるかもしれないですね。この2-3というサイズが三原さんの敵3-2が多いんですよね、なので相手の4-2薄もしくは4-4を止めるときに2-3が1体いるとダブルブロックできるんで、はい、この3マナ2-3というサイズはこのマッチにおいてまあまあ優秀かな、ただ先手なので入れたくないんで、はい、後手だったら多分この3マナ2-3を入れて、4-2-100とか4-4に対してダブルブロックしに行くんですけど、先手は多分ほとんどデッキ変えないと思いますね、これ。まずは2本目を取ってしまってから3本目また考えようと。そうですね、はい、そのやっぱだから先手は0-5壁減らすかもしんないぐらいかな、はい、2枚引きたくないんで、ただ今4-4とか4-2に押し込まれた印象もあると思うんで、はい、はい、先手といえどもそうですね、そんなに大きく変えないと思いますね、これは。単純にちょっとやっぱ25枚やはり普通の人よりも多くカードを使ってる、すでに現状多く使ってる上に、まあ、結構幅広いピックをしていたマナリスとか2色ラウンドとか分、少しサイドボードの選択肢が少ないですね。単純に入れてないカードが少ないんですよ。はいもう入れてもしょうがないような、受けが広いピックをしたがために、結果としてはこうなっていると。はい、はい、サイドボードなんかドラフトはかなり面白いですね。そうですね、どうしてもサイドボードリミテッドのサイドボードは非常に奥が深くて、やはりそのマジック、特に構築戦だと今使ってる15枚しかないんですけど、はいはい、リミテッドだと、まあ、サイドボード多いんですよね、もっと。はい、ただシールドだったらメインが40枚あってもサイドボードにもっと4050枚あって色ごと変えたりもしますし、ドラフトでもやっぱしそのディスエンチャント、いわゆる解除みたいなカード入れるっていうだけじゃなくて、例えば相手が 1,3 がたくさん見たから2,1 をごっそり抜いて重いクリーチャーたくさん入れようとか、はい、はい、そういった相手に合わせたサイドボードができるのが、まあ、リミテッドの魅力でもありますね。すごいサイドボードがリミテッドは腕が出るかなと個人的には思ってますね。はい、例えば、石村慎太郎選手ですとか、はい、はい、まあ、例えば佐藤蓮選手とか、はい、竹村和之選手とか、はい、あとはもう渡辺裕也選手とか、まあ、そういったいわゆるリミテッダーとして知られている方々は、はい、皆さんサイドボーディングすごいうまいですね。1枚1枚のカードがそのマッチアップでどう機能するかっていうのをしっかり想像して、あんまり機能しないとか弱そうなカードを効きそうなカードに抜くっていう想像力ですかね。やっぱゲームの進行の想像力がすごいので。なるほど、まあ、ドラフトでもそういった目がかなり生きてくると。はい、そして今、安倍さんは静止腐敗を入れそうですね。今そうですね、ちょうど手に取ったのが静止腐敗、固定なのでやはり入れるかなと。下何を抜いたんでしょうか。今ちょっと見えたのがなんだろう、2かな、白いカードだった気がしますけどね。なので、まあ、白の4マナ43は抜く、白の4マナ33を抜くかもしれないですね。鹿っぽい家でしたね。はい、一応、この星冠のおじかと暁の天使の2枚を白いカードタッチしてるんですが、まあ、暁の天使は抜くことはないでしょうね。まあ、あんまないでしょうね。ただ、まあ、おじかの方は、まあ、そこまで、すごいアグロなデッキではないので、安倍さんが、2、2345みたいに動くデッキでもないですし、タッチしてるからってやっぱリスクなんで、はい、なるべく減らしたいんですよね。まあさっき5万人を飛行入れるかもっていうのとはちょっと逆になっちゃうんですけれども、はい、はい、まあ、5万人を入れるって言っても白い顔と入れ替えって感じでしたね。まあそうですね、うん、まあ、精神腐敗は入れたいですね、きっと。はい、やはりドブ潜みとかも手札ないと弱いですからね。はい、はい、より効果があるんじゃないかというところは考えた、はい、さあゲーム2に入りますが、脅迫入れるほどでもないかな。はい、はい、うん、一応、安倍さんあとは脅迫入れるかもぐらいだったんですけど、ゆうちょの再構築割れないんで、安倍さん、はい、解除、いわゆる神聖な、なんだっけ、サンマの実写、そうですね、神聖の発動みたいなカードがなくて、はい、はい、ゆうちょの再構築張られるとほぼ即負けなんで、はい、それだけ怖いから脅迫は考えてもよかったかもしれないですが、うん、かといってって感じではありますね。まあ、そこは精神腐敗で我慢したんじゃないかなと。はい、はい、さあゲーム2に入ります。まずは山をセットして皆さんターン終了となりました。お、そしてこちらまた主力ラウンド引いてますね。やはりこういった2色ラウンドをいつ取るかも難しいんですよね、はい、ドラフトはマナベースも安定するんですが、当然スペルを取れる一手を放棄してマナ、はい、まあ要するに基本チキでもいい部分を取るということなんで、そこのリスクリターンがなかなか。なんだ、ああ、なるほど、苦しめる声ですね。あ、2枚も捨てすぎじゃないですか。捨てすぎましたね。本質の3段目は見えてましたからね、今。いや、もう青マナがないんでしょうね。頼む、頼むっていう。三原さん、珍しい。珍しいですね。さあ、今の安倍さんの目に入ったのでしょうか、果たして。しかも、打ち消し以外だったらよかったんですけど、見られるの。そうです。あ、脅迫入れますね、脅迫。確かに。そして、あります、最高。あります。素晴らしい。まあ、本質の3段2枚と、まあ、この再構築があったんで、まあ、脅迫は確かに効果的ですよね。こうやって打ち消し呪文に対して、まあ、そもそも構えているところに打ってもいいですし、まあ、そもそもの負け筋である、はい、再構築を落としてもいいんで、うん、まなんで脅迫と多分精神腐敗両方入れてがっつり戦う形に選んでるんでしょうね、はいはい、これは刺さりましたね。多分先手だとどっちかしか入れない、もしくは両方抜くと思うんですけど、はい、後手はやはり1枚分ね自分のリソースに余裕があるので何抜くんだろう、予言かな、どうですかね、どっち抜きますかね。予言抜くのも全然ありですね。予言いきましたね、はい、現状本質の産卵は三原さんの、クリーチャーが333で土地1枚引くと毎ターンクリーチャー出すんで構えれないんですよ。なるほど。なのでほぼ現状死んでるかつ、悠長の再構築はちょっと遠い、はいはい、青青だし5マナだしなので予言の方がここからリソースをカバーされる可能性が高いというふうに判断したと思います。しかもまさしく今これがそうですね、構想しますね。さあまずはただラウンドをちゃんと引いたんでオナッケのオーガが攻撃しますと、でただブロックしたいと、あここに三原さん考えますね、はい、この本数の産卵も打つたんないから打ちますね、はいはいはい、4点入れると、はい、なんでここで相打ちしてクリーチャー出して本数の産卵が腐るよりは、うん、打てるときに打ってダメージを稼ぐ、うん、という形ですね。まあ次の4マナ剣と相打ちしてもいいと、はい、なんでもう安倍さんはもうあれも安倍さんも分かってて出してるんでこれ本数の産卵使いますかってまあ3だらけなんで予言打つターンがないかな。まあでも予言の方がまあ怖いのも分かりますね、はいはい、やっぱハンド結構詰まりそうだったんで、うん、しかしさあこの4ターン目ですが、そうですね、手札には骸骨車種がありますが、まあじゃあ車種を出してまあオナッケのオーガに対するブロッカーに当てるのが基本線、うん、本線ですね。手札にもう1枚ありますね、骸骨の車種は。あとあれもあった相当ゾンビもありましたからね。はいはい、相当ゾンビ、はい、まあ、そうですね、もう、はい、お互い分かってた交換、はい、で、このボガートの祖母者、こっちが強いですね、はい、やはり威迫で止まらないんで、なかなか、先ほどね、1ゲーム目では安倍さんの相当ゾンビが威迫で止まらなかったように、はい、この三原さんのボガートの祖母者もなかなか止まらないと、はい、しかも三原さん、手札に稲妻の一撃もあるんで、ブロッカーを投げ入りながら、はい、なんで、この。はい、粗暴者6点ぐらいは稼ぎそうですね、はい、2回は投げれると思います。下手したら3回投げるかな。さあまずは3点を刻んで、はい、先ほどと同じように44が出てきたんですが今回はダメージで押しているのが三原さんです。そうですね、なのでもう先ほどのゲームとは全く攻守が逆ですね、はい、さらに出したのは英文ですかね。はい、英文の空魔同士、はい、あ風魔同士か、風魔同士ですね。両方とも回避能力なので安倍さんの方がサイズは44とでかいんですがダメージレースは現状不利ですね、はい。さあただここは攻めに行きますね、はい、まあブロックできないと、まあそうですね、もうだからもう1体ブロッカー出すんじゃなくて、あいやサイドにしてました。おお、ただこの5マナ24はかなりそうですね、強力ですね。もうこれで風間同士を止めて4対3ではい、ダメージレースしようという形です、はい、ただ島を引きましたね、今5枚目の土地で島引きましたか。引きましたね。そうなると一気に、ただここで再構築を出すと盤面で逆にダメージレースが怖くなるんで、今、それで三原さんが稲妻の一撃かなと、もう1枚稲妻の一撃と再構築をもっともう1枚なんだろうな、手札、ああ再構築か、ドブヒスミということはみたいなこと、そうですね。でブロックされて稲妻の一撃を24飛行に打ってを考えてますね。要するにここで再構築出すと相手の方が今後押す側にあるんですよ、はいはい、なぜかというと5マナで1回パスしてるんでドローはできるけど盤面が弱くなっちゃうんで、はいはい、ダメージレースをしに行くんだとしたらゆうちゃんはこう再構築を出すターンじゃなくて攻めるターンにしたい、はいはい、なのでドブヒソミプラス稲妻の一撃を選んだという形ですね、はい、こっちの方がプランとしていいと思います、うん、これ結構難しいところですね。難しいですね。やはりその5マナのエンチャント悠長の再構築出すターンが難しいんですよね。本当に悠長ですからね。悠長なんでやっぱし、はい、例えば次3枚落とすときに、まあ、土地1枚も落ちなかったら、はいはい、一旦飛んでるだけなんですよね、うん、盤面に影響を及ばさないので、うん、なので今ライフレースは現状まだ自分の方が優勢だから、はい、攻めに行こう、まあ着実な方を選んでると。そうですね、こっちの方があとドローの受けとかも広がるんですよね、はい、結局ドブヒソミ出してる方が後からねドローしたカードの価値も上がりますし、うん、ここは安倍さんとしてはスルーしたくはないですかね。できないでしょうね、はい、安倍さんは今カード思い出してますね。だから多分だからブロックしてどう損するかなって言って、はい、ショック稲妻一撃他に何があったかと、他にあったかなって。結局3-3になるだけだったら損をしないから絶対ブロックするんですけど、3-3になった上で1枚合わさると死んじゃうんで、24飛行が。はいはい、三原さんとしてはライフを押すと安倍さんの場が止まる相手が殴んないんだったらこっちも殴んないで悠長の再構築を出すっていうゲームプランですね。さあブロックしましたと。でここは稲妻の一撃で合わせますとブヒソミと含めて5点で一気に8ですね。はい、そして盤面には伊豆として5点の、まあ、スペードナイトは7点になるということで、はい、で多分これ次は安倍さんはもう殴れないから、はい、クリーチャー出して5、うん、となると悠長の再構築、はい、ただ今暁の天使を引きましたね。お暁の天使は強いですね。結構これはすごいんじゃないですかねその殴りながらバー保てますからね、はい、しかも英文も止まると、うん、これはすごい一枚ですね。安倍さん青いカード全部抜いて白黒に直したのかな、どうやら。はいはいはい、ありえますね。ありますね。そのさっきその白いカード5724飛行を入れたいんだとしたら、うん、まあ安倍さんの青いカードって乾パンと願いの陣と前兆語りと不快な霊気の4枚だけだったんで、うん、まあ願いの陣というすごいカードは諦めますが、はいはい、その代わり白黒に寄せてマナベースを強くできるんで多分そうしてますねこれ。なるほど。青いカード全部抜いて白黒2色にしたのか。はい、ただまあかなりプランとしては今この合致している感じしますね。さて、はい、三原さんも悠長の再構築を置いて、はい、ここからもうドローするとドブヒソミっていうゲームプランなので、うん、あとの残りの8点は何とかしてもう削ってしまおうと。そうですね、安倍さんの方もなかなか殴りづらいですからね、はい、その片や威迫、飛行、そしてまあプレイヤーにダメージっていう、うん、このなんかさまざまな角度から相手が殴ってくるので、はい、2点ぐらい入ったらもうちょっと。そうですね、もうあ数えてますね、生きてるかなみたいなどんくらい殴ろうかといって、まあ、悠長の再構築に対して殴らないと、まあ、当然負けなんで、はい、ちょっとは殴りたいんですよね、まあ、44だけとか、はい、かなり迷っていますね。あれこれがやっぱ先手後手の差かなり出てますね、はい、この悠長の再構築を多分三原さんがこれ後手だとこの再構築を出すターンがなかったんですよね、はい、はい、もうさっき出せなかったぐらいなんで、うん、さっきのターンが今のこの場みたいなものですかね。なので、まあ、やはり先ほど1回攻めてから相手に殴るのをやめさせて、まあ、本当はまあ、殴れちゃったんですけど、暁の天使で、はい、あ、うん、ダメージレース挑みます。ここは待っててもやっぱりもう厳しいと判断してるの、うん、こうなんですね。そうですね、もう安倍さんからするとただ待ってると不利なだけなので、悠長の再構築のドローとドブヒソミのダメージがもう何もしなくても飛んでくるんで、はい、もう無理やりでも殴ることを選びましたね、はい、おお、そしてここにマイナス3、はい、合わせていきます。そうですね、あれが一番ダメージ源になりうる、はい、ここからのドローを活用されるのでまずは3枚ですが12、おお2ドローすごい、まずは2ドロー、はい、しかし三原さんの方も結構厳しくなってきましたね。これはランドが結構手札にあふれてる気がしますね。暁の天使のやはりあのダメージが痛かったですかね。そうですね、あとそもそも三三飛行がもう通せないんですよ、ライフ3なんで、はい、そうなると英文がチャンプブロックになるのか、はい、はい、まあスペルを唱えてブロックするのか現状両方ブロックマストなんで、まあ、8点削りに行きますか。ショックかライトニングストライク、稲妻の一撃を探しに来ました。もう使っちゃってるので今ショック縛りですね。ショック縛りですね、まあ、あとは突破2枚とかでもいいですね。お突破から、要するにあれを英文の風間同士をパワー5まで育てれるか、あと2回誘発できるか、できなかったらもうかなりブロック両方ともがブロックに回らなきゃいけないので、はい、まあ攻めに行きましたね、うん、安倍さんのプレーが光る。そうですね、しっかりとダメージレース挑んだ、はい、その攻守の判断があそこで例えば1体だけしか殴らないとかだと三原さんも余裕ができちゃうんでもっと楽だったんですが、安倍さんがしっかりと3点4点7点殴ったことにより44と33次のターン両方マストブロック、はい、といって三原さんもかなり時間がない、うん、ライフがない状態に、まあ、追い込まれた形ですね、はい、まあ、カミツキドレイクなんかを今見てましたが、なるほど。さあ今試合の方がですね、武田弘樹さんと高橋尚依さん、はい、高橋尚依さんの方は武田弘樹さんが2-0勝利されました、はい、やはり武田さんミドターン、先ほど申し上げた通りミドターンタッチアウトのかなり強力なデッキをピックしているので、はい、そこは、はい、高橋ひょうりさんのデッキを打ち砕いて準決勝進出という形ですね、はい、さあ三原さんは武田さんかなりリミテッターだったイメージもありますね。武田弘樹さんリミッツとかも出てたんじゃなかったかな、ちょっと忘れてしまったんですが、いつもリミテッド勝ってるイメージありますね。よくやられてますよね。そうですね。 PPTQ なんかもよくリミテッドの方が、はい、どっちもあるときはリミテッドに行くみたいな、はい、しかもよく勝ってますね。はい、はい、さあ考えています。さてまあそのショックが見つからなかったため、このターンダブルブロック33飛行と44飛行両方ブロックしなきゃいけないので、誰でライフを削ろうかなって考えてますね。はいはい。あってことはなるほど。あ今卵ありましたね手札に。おお卵はかなりいい感じ。卵はいいですねここ。はい。ブロックしてそうですね。卵が死のうものなら。はい攻守をひっくり返すカードなので。はい。これだと逆にまたそうですね。安倍さんも殴れない。安倍さん美食家は殴りづらくなったんでこれで、はい、殴ると卵にブロックされちゃうんで、まあこれは多分安倍さんは天使だけアタック、で三原さんが A 分でチャンプブロック。はいかな。なるほど。ショックだったらもう勝ってたから、そうですね。ショックじゃないのは分かってるんで、もうチャンプするしかない。うん、さあ、それ手札に夜の子がありますね、うん。夜の子もいいですね。ライフリンクでかいですね。そうですね。ただ、そうですね。あ、うわ、これはかなり厳しい。いいですね。夜の子と安倍さん猛攻が続きます。さあ、まずここで1、2、おお落ちない。3、おっとドローはない。ない。これで一気に追い込まれました。あ、今ショック引きましたね。ショック引きましたね。ただ、今ショックを引いても。ここ、まあ、ただこのショックは、相当ゾンビに打てるんで。はいはい。現状、次のターン、三原さん、ここは、噛みつきドレイクで天使を止めるプランなんで、相手がフルパンしてきたら、ゾンビにショックを打って、みたいなことを考えてますね。なるほど。殴れる？いや、殴れない。44と21でブロックされるだけか。夜のことは相打ちになるだけだと。そうですね。はい、なので、まあ、噛みつきドレイク出して、エンドして、まあ、安倍さんが、まあ、アタックしてくれたら、ショックをゾンビに打つ。まあ、下手にフルパンしてくれたら、ドラゴンのね、卵は孵化するんで、はいはい、そうするとね、一気に、トークンで大逆転。なるほど。見えますね。夜はこれ7になったとしても、そうですね、もう赤丸さえ引けば7点入る、完封できちゃうんで、はい、そしてショックもこのターンに限ってはケアされづらいですよね。そうですね、前のターンなかったはずなんで、このターンのトップデッキ縛りなんで、ショックは結構ケアしづらいでしょうね、はい、安倍さんからすると、ショックはないと思ってるはずです。相当のゾンビが2体分のクリーチャーをブロックする計算をしてるはずなんで、はい、なので、ね、次のターン全然フルパンありますね。三原さんが噛みつきドレイク出して5だとブロッカーが3体、はい、はい、で安倍さんは夜の子以外の3体が殴ってまあアタッカー4体分なんで余白で見た目としては十分足りてる、はい、見た目は足りてるなんで、まあ、これ全然フルパンしそうですけどね。何ももうショック縛りなら、まあ、ショックと分散か。一応手札は一応骸骨車種ですね。車種はしかし、あ、車種もでかいですね。車種だと本体1点入るから、本体1点入るから夜の子も含めてフルパンだとになるのかな。あ、でもそれでも身体大体はないですね。そうですね。3体ブロックして、はい、ボカートの粗暴者と夜の子が相打ちになって、ね、みたいになるので、そうですね。いや、なかなか熱い試合になってますね。よりフルパンなんじゃないかってなってきましたね。これは、はい、これは熱いですね。かなりそうですね。ホースの産卵だと今の場でまで勝ちだしみたいな、はい、お、そして、鈴木明義さん対加藤健介選手は、加藤健介選手が 2-0 で勝利しました。強い加藤健介選手。あさあ、ここですね。フルパンしました。さあ三原さん、三原北選手はこうブロックして、そうですね、もうそしてさっきはなかったはずのショックを打ち込みます。おっと、これで一気にさっき引いてなかったやん、引いてなかったのにっていう形で相打ちの7になり1点ゲイン7対2ですかね、これで、はい、血の美食家が1点ルーズなので、なるほど。しかし、これで1点足りないと、これで2、そうですね、1点足りず、逆にこれ、三原さんが山を引くと7点分のアタックができると、ね、今、ドラゴンが、ドラゴントークンを今、待ってるのかな、待ってくれと、はい、いやトークン出すから待ってっていう感じで安倍さんがお持ちなんですかね。ああ、適当なものを出しました。トークン出ました。さあこれは予想外でしたね。どうしてこう1点は打ちに行くんですかね。ああ、まあでも打たないことには結局チャンプロックされるだけですからね。次のさんもはいはい、本物のトークン出ました。よかったよかった、本物来ました。さてでもまあ安倍さんもまあ出さないことにはね、持ってても何もしないんで。そうですよね。出すと、つよたんも、つよたん一応2体ともブロックしろなんで、はい、1。さあ、ここですね。ここで。まずは再構築が、1、2、3、ワンドロー。からの、山だったら勝ちですかね。島かな？島、いや、どっちもなかった気がします。いや、おやばい、山引いた！というわけで、7点！おー、素晴らしい、素晴らしいですね。いや、でもどちらも、いや素晴らしいでしたね。いや的確なプレーでしたね。いやもうどっちも全ての選択肢を考えた上でベストなプレーしてました。はい。熱い。あそこで宮田さんが先にドブイスを出してなかったらこうはならない。もうこうはなってないです。もうもっと安倍さんに押し込まれてたんで、三原さんの攻守の判断も素晴らしかったし、まあ安倍さんのねあそこのフルパンとかもまあ間違いなくああするんで。ショック以外だったらあれが勝ちですからね。もうまあ噛み合って今三原さんが勝利しましたが、このマッチはすごいいいゲームでしたね。いやにしても三原さん、本当急にショック最初に引いちゃえばよかったよね。結構そのドキドキさせてくれますね。本人もでも思ってたでしょ。前のターン引いたら勝ってるよって思いながらやってたんで、今まあヨキって完全にねショック探しに行ったヨキでしたからね。いやー、あの後にいや素晴らしいですね。でも安倍さんもその多分青を抜いて白黒にまとめたところとかも素晴らしいですね。さすがですね。脅迫もきちんと言えて、このリミテッド心で今。言った通りですね。やっぱ先手はその自分のリソースが足りなくなるので、まあ精神腐敗は絶対2枚抜ける。あ、精神腐敗も抜くかな。精神腐敗も抜いてますね。そうですね、先手なんでやっぱそこは先手と後手の噛み合いで、先手は多分クリーチャー、青いカードは全部抜いて、クリーチャーを元に戻して先手は殴るぞというのがまあすごいはっきりしますね、プランが。予言抜いたところがちょっとその先ほどもどうかなっていう話をされてたんですけど、井川さんも難しかったですね。結局予言打つターンでも予言抜くかリムソエッセンススキャッター本数の産卵抜くか、まあ悠長な再構築、まあでも再構築は最終的に何枚引きました？ 3 枚かな。3枚引きました。5マナで2ターン3ターンかけて3枚しか引いてないんで、再構築を抜かなかったのは大正解ってことですよね。予言だとエイブンの方の果敢もトリガーしてますし、全然ゲームが違ったんで、まあ多分予言抜いたのも正しかったかな。産卵かどっちかの2択になるんですが、そうですね。どうですかね、産卵と予言は結構難しかったですね。産卵は難しかったですね。産卵でも良かった可能性はありますね。あそこの4点結構でかかったんで、最初の 3-2 でブロックされた時の、そうですね、産卵を抜かないのであれば、まあ俊足、まあメインで出してもよかったかもしれないですね。なるほど。そうするとあそこの4点食らってないんですよ。で相手もって三原さんもクリーチャー出して安倍さんもクリーチャー出してになって、本質の産卵を打つターンがもっと遅れてたんで、多分予言を抜きつつ産卵をケアできるターンで3人を出しておくというのがもしかしたら正しかったかもしれないと。そうですね。まあ今のゲームの選択肢があったとしたらそこですね。このよたる四角をアタックに合わせて出すんじゃなくてメインで出して5すると、あのターンに三原さんから殴られてなくてみたいな、なるほど。そうメインで出してあそこで4点食らっちゃったのがもしかしたら響いた可能性はあります。はいはい、なるほど。そうですね。あとはその威迫があそこで殴るかどうかですかね。四天使と44が立っている状況で、ボガードの粗暴者が殴るかどうかが選択肢としてはあったわけですね。そうですね。なかなか難しいですね。まあ、立ってても弱いんで、殴った方が良かったよりですけどね。チャンプは結局4位。そうですね。3-3飛行と交換ならいいですし、通ったただ美味しい。まあ結局、あのターン、アタックもブロックもしてないはずかな。お互いにあのターンは行われなかった。いや、逆に殴りましたかね、開始は。四天使の開始は殴ったか。ああ、そうか、失礼しました。その後、まあ確かにダメージを食らおうと考えると、まあ四天使をブロックさせに行くプレーでもよかったかもしれないということですかね。殴ってないか、四天使を出して44が殴ったターンですね。でもその次のターンの、その次のターン、ボガードの粗暴者が殴らなかったんですが、あそこが殴ってもよかったかもしれないと。ってると、ただ殴ってると盤面が自分のライフがもうきついんですよね。はいはいはい。多分あでも殴ってもよかったかな結局。そこはちょっと難しかったですね。ちょっと難しかったですね。はい、中道さん対小林さんの対決は中道さんが 2-1 勝利されましたと。はい、という形で今勝ち上がっているのが加藤健介選手、中道大輔選手、武田弘樹選手。はい。もう2人のビッグスと。そうですね。もう3人ともプロツアーも経験している強豪の方たちが。はい。でゲームをが始まりましたと。まだ夜のこと。はい、やはり安倍さん、先手らしくしっかりと動いてきますね。夜の子はかなり強いですね、三原さんのこのアカウントに対しては。三原さんの方はまあ2マナ駅そんなに入ってないので、本数の産卵をまあこのターンに構えている可能性は高いですが、はい、やっぱ2にクリーチャー出せない展開はまあちょっと多いのはしょうがないですね。はい、ただ、ここはないですね、本数産卵。はい、霧の壁なんかを出したいところでしょう。一旦ずれましたね、霧の壁、今引きましたね。はい、ドブ潜みと。しかしこのドビヒソミは多分この夜の相打ちしますね。これちょっとライフ食らいすぎたくないんで、ほらもうブロックしそうだから前出しましたからね。なんだもライフも減災というかあんまり意味ないですもんね。そうですね。この2点与えるんじゃなくてもう原因の方がきついんで。いや三原さん山トップしましたよ。しかも一番いい最後でトップしましたからね。そしてまあ安倍さんもまあはい、おーしの男爵。さあこれキーカードですね。このプレッシャー半端ないですねこのカードは。いや安倍さんまあ土地止まったってから手札全部スペルなんで。ってことは。まあ、ほぼ外国車種、まあ、持ってますよね。デッキ3枚入ってますからね。デッキ3枚入ってて、手札4枚全部スペル。はい。しかも、キープしてる。そうですね。で考えると、まあ、三原さんも考えてますね。もう、あるでしょと。外国車種あるやんって思ってます、多分。さあ、ここで突破。何か引かないとって感じですね。はい。山を引きましたね。はい。いや、かなり危機を感じてるはずです、今。はい、これは予言かな？予言があるが、出した。ない。頼む、ランドを引くなと。こっちを引かないでくれですね、頼むと。さあ、ただ、引きました。引きましたね。これで安倍さんが一気に盤面を押しそうです。三々を出しながらクリーチャーを倒すと。とんでもないですね。骸骨車種、しかも絵が分かりやすいから、あるかどうか分かりますよね。もうちらっと見えて、あるなって思いましたね、今。紫っぽい絵がありました。安倍さんが今、あとは考えてるのは、ここで使っていいのかですね。なるほど、1枚しかないから、この2に対して使ってもいいのか。そうですね、まあ、多分その場の44がまず強いんで、おおむね出しますね。はい。はい、お出しました。出していきますと。デスタッチ。これはとんでもないですね。さあ、4.12。12対28ですか。一気にライフ差が開いていきますね。三原さんも最終的にはライフで押し勝つデッキなので、はい、このライフゲインがかなり厳しいですね。死の男爵がもうあまりに厳しいですね。はい、この壁も止まるはずなのに止まらないですね。そうですね。でもこっちはあれですね、44の骸骨車種はこのおなっけの方が42で止めたので、はい、でまあ22と21を05で止めてるんで、まあ一応盤面的にはまあ2点しか食らわない。そうです。正確に言うともうこの男爵、死の男爵は殴りたくない可能性もありますね。ああ、42でブロックされる可能性があると。三原さんはあの男爵殺したいから1回スルーして、そうですね、男爵を殺しに行く可能性もあるので、なのでまあここは44と21だけ殴るかな、はい、もしくは21だけ殴る。21だけ殴ると絶対に原因だけでまあ損はしないので、壁にブロックされるだけと。はい、まあでも得なんで2一だけは絶対に。ああ、持ってる。ここで素晴らしい。さあ奉仕を持っているので、ここはスクルパンと。このデッキに1枚の奉仕、大活躍ですね、今回マッチで。そうですね、このマッチ全てのゲームで引いてる。そうですね、束縛の奉仕、いいカードですね。さあ最近ライフは6に落ち込んで、まずはショックを引かない限りはしょうがない、始まらない。なのでこのターン予言で引きに行きました。はい、予言と。さあ引いてくれと。あ、稲妻の一撃を引きましたかね。あ、稲妻の一撃を引いたように見受けられます。少し変わりますかね。そうですね、これだとまあ夜の子だけ止まらず32対4まで落ち込みますが、まあ一応盤面自体は止まりそうなので、はい、ここから安倍さんが押し込むか、まあ、三原さんが守りきるか。はい、さあそして暁の四天使があるんですが、土地がなかったので今なるほど展開できなかったように見えますね。ライフは4対32に落ち込みます。いやー、壁がいぶし銀の硬いコンディションですね。いぶし銀ですね、やはり硬い。そしてまあ死の男爵も落として一息つけるが、ただライフは3、しかも飛行クロックですね。これは強いですね。この吸血鬼いつ出しても強いですね、本当に。流血の空あたり。さあ紙すきドレイクを持っています。はい、でこれが吸血鬼を止めるものの、やはり夜の区分がそうですね、止まらないですね、ずっと2ターン目の夜の子が無限に殴ってます。ああ、そしてここはランドを引きましたね。こうなると、天使が出てくると1まで落ち込むのかな。そうですね、夜の子が大きくなるんですかね。まあ他は綺麗にまあブロックできるので、はい、ここで本質の産卵を三原選手が持っているかどうか。あ、違うな、4番だって寝かしたな。お、本質の産卵をケアしている可能性があるんですかね。あ、可能性ありますね、うん、この天使はこの本質の産卵されたくないからどうしようかなって考えてます、はい。まあ、要するにこのターン天使出しても出さなくても変わんないんですよね、ライフ1点しか変わんないんでだから別に先殴るかみたいな感じです。なるほど、その出してもそのブロックが変わんないんで、夜の子の通るダメージが変わるだけであ、でもそれ3と2だからだいぶ変わるけどな。これ2だと思いますね。さあ、まあ1だからまあ変わりは変わるか。ただ本尊産卵をとにかくケアした。ああ、なるほどなるほど、これは捨てると2点という形で、はい、これにてゲームセットということで、いやー、見事に押し切った形になりましたね。はい、というわけで、阿部優衣選手が 2-0 で勝利、2-1 勝利いたしました。おめでとうございます。